こんにちは、田和田由美子です。いよいよ4月、平成19年度の幕開けですが、皆さんはどんな春をお迎えでしょうか。三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。新年度最初の今回は、市の高齢者福祉の近況について取り上げます。また3月26日に市役所構内に誕生した市民ボランティアによるレストランの話題と、このほど発行されたグラフ三鷹についても合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、三鷹市での高齢者福祉の近況についてのご紹介です。今年は団塊の世代の方々が一斉に定年を迎える、いわゆる2007年問題の年。日本の社会の高齢化はいよいよ本番の時期を迎えました。そんな中、三鷹市では高齢者福祉を重要な課題の一つと位置づけ、暮らし、健康、安全、生きがいづくりなど、さまざまな分野での取り組みを積極的に進めています。本日は高齢者支援室の轟担当課長に、こうした市の取り組みの現状や市が考える高齢者福祉の在り方などについてじっくりとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ2007年到来といった感じですが、まずはじめに、高齢社会の中でこれから高齢者福祉はどうなっていくのかといったあたりからお話を伺いたいのですが。はい、分かりました。大変大きな、またそして重要なお話ですので、本来でしたら市長がここに来てですね、お話を申し上げるべきところかもしれませんけれども、本日のところは私の方からお話をさせていただきたいと思います。福祉といいますと、いろんな理由で困っている方にですね、市ですとか国といった公的な機関が手を差し伸べるというふうに受け止められているかと思います。それは別の言い方をしますと、税金で支えられているというのが福祉施策ということになるかと思います。これはですね、これからこうした形そのものがですね、大きく変わっていくのではないかというふうに考えておるわけです。一つにはですね、例えばその福祉の契約という考え方なんですが、今まではですね、福祉は公的機関がそれを必要とする方たちに救いの手を差し伸べるという形で、進められてきたわけです。これに対してですね、2000年から始まりました介護保険制度、ここではですね、今までの仕組みとは大きく異なりまして、当事者、その介護のサービスを受ける方がですね、ご自分の判断で自主的にですね、決めていくというふうな流れに変わってきたわけです。またもう一つの理由としてはですね、やはり財政的な問題もあります。でこれはですね、例えばその1950年代にはですね、高齢者の割合、これ高齢化率と言ってるんですね、65歳以上の方の割合ですけども 5% ぐらいであったわけです。これがですね、介護保険の始まります2000年には 17.3%、 そしてですね、2015年、ここではですね、26% にもなってしまうというふうに予想されています。4人に1人の方が65歳以上の高齢者になってしまうという、状況が出てきたわけです。こうなりますとですね、今までの仕組みでは、財政的な面で、社会が成り立てていかなくなるのではないかというふうに考えられるわけです。なるほどと思うと同時にですね、かなり重い課題でもありますよね。そうなりますと、これからの高齢者福祉というのは具体的にどのような姿になっていくのでしょうか。はい、今考えておりますのはですね、市民同士の助け合いといったようなものをですね、行政がどういう形でサポートできるかというところもありますけれども、今以上にですね、その助け合いというものをですね、出していくというところがポイントではないかと思ってます。これはですね、福祉の中では、自助、共助、公助といったですね、3つの考え方があります。まず自ら、頑張っていただく、それから、お互いに助け合う、最後は公的なものの支援を待つという、この3段階があるわけですけれども、以前はですね、例えばそのお隣の方
とのですね、コミュニケーションあるいはそのお付き合いですね、こういった中で、例えば、まあ、ちょっとお醤油を借りるとかですね、あるいはそのお子さんを預かってもらう、また冠婚葬祭などにしましても、お互いに助け合うということが行われたと思うんですね。ところが、まあ、近年ですね、都市化が進む中でこういったですね、いわゆる共助の部分がだんだん薄くなってきた、希薄になってきたというふうに考えております。まあ、こうしたですね、市民相互の助け合いという部分をですね、もう少し補強していく必要があるのではないかというのが、まあ、今市の方で考えている福祉の形です。まあ、ここではですね、これを地域ケアというような、名前で、つけておるわけですけども、特にその目新しいことというわけではなくてですね、今お話したようにご近所の方たちがですね、お互いに助け合っていく、あるいはですね、まあ、以前のですね、その地域のネットワークといいますか、まあ、地域コミュニティっていうんですかね、まあ、こういったものがですね、充足されていけば、またそのあり方も変わってくるのかなというふうに考えております。まあ、そういった意味でのですね、継続的あるいは組織的な環境の整備が大切になってくるのではないかというふうに考えております。なるほど、本当に確かにその通りですよね。市が提唱するですね、この地域ケアというものについてもう少し詳しくお伺いしたいんですが。はい、地域ケアはですね、まあ、地域の人や団体といったものがですね、ネットワークを作ってですね、まあ、お互いに情報を共有しながら、まあ、助け合うような組織といいますかね、こういったものを作っていくわけです。で、3年前からですね、三鷹市では井の頭地区をモデル地区としてですね、地域ケアネットワーク井の頭というものをですね、立ち上げております。まあ、これはですね、モデル事業であるわけですけれども、今年からは新川中原地区でもこのネットワーク作りを進めていこうと考えております。具体的な中身としてはですね、例えばその地域でお困りの方の相談ですね、これ相談ができるような相談サロンというものを開く、あるいはですね、高齢者の場合ですとお話し相手になっていただけるような傾聴ボランティアですね、傾聴ボランティアの方を育成してですね、地域の中に入っていただくといったことをですね、する中で地域ケアネットワークをですね、進めていきたいなというふうに今、まあ、やっておるわけですけども、さらに市内全域にもですね、いずれは広げていきたいなというふうに考えております。今日はですね、市の高齢者福祉の近況ということですので、地域ケア以外の事業についてというのもお話しいただけますか。はい、平成、19年度ですね、新川地区にですね、まあ、三鷹市が誘致した特別養護老人ホーム、これはいわゆるハード面での整備ということになりますけれども、まあ、110人の方がですね、お入りになれる特別養護老人ホームの整備を考えております。まあ、これによりましてですね、現状では、まあ、400名以上の方が入所の待機お待ちになっているわけですけれども、三鷹の市内でですね、まあ、4つの特別養護老人ホーム合計で320床が整備されるという予定でおります。またですね、特に高齢者あるいはまあ障害者の方がですね、アパートを借りる場合、特にこれは大家さんなどがですね、やはり一人暮らしの高齢者の方の場合などはなかなか貸してくれない、まあ、障害者の方の場合もそうですね、非常に、お断りされるというケースが多いものですから、まあ、こういったところにですね、まあ、保証の代行をしていただく業者さんを入れていただきましてですね、まあ、それに加えて見守りのサポートも、まあ、これは先ほどお話ししました傾聴ボランティアさんに活躍していただこうと思っているんですが、まあ、そういった形でですね、お一人暮らしでもいつまでも三鷹で暮らし続けられます、障害者の方も自立してですね、生活していただけます、まあ、そういった仕組み作りをですね、この4月から進めようと思っております。またもう一つはですね、まあ、先ほどの地域ケアにもちょっと関連してくるんですが、福祉防災のですね、マップ作りというものを考えております。で、これはですね、やはり震災等が起きた場合にはですね、高齢者の方、障害者の方、
非常にその命の危険があるわけですけれども、なかなかですね、どこにどういう形でそのお住まいになっているかということが市でもつかめていないわけですね。まあ、そういった点でですね、高齢者あるいは障害者の方の現況をですね、まあ、調査しまして、もちろんこれはプライバシーの問題ありますから十分にその辺に配慮をしながらですね、そのデータを集めて、まあ、何かがあった時にはまあ、その近所のですねボランティアさんにも中心になると思いますけれども、救援の手を差し伸べられる、まあ、そういった仕組み作りのですねモデル事業をやろうと思っています。これは、まあ、井の頭のですねある町会を中心にですね、実証をしていくわけですけれども、まあ、そういったものをですね来年度は考えております。福祉というと手厚い助成とか福祉施設を作るといったことだけを連想しがちですが、そうですね、もっと大切なのは結局みんなの思いやりや支え合いの優しさなのですね。はい、本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。社会の変化に合わせて福祉の形も大きく変わりつつあるようですね。それでは次に、三鷹市役所構内の一角にプレオープンした市民交流カフェ、シーカフェについてご紹介しましょう。3月26日、三鷹市公会堂の南隣にある市民センターの別館に、市民ボランティアの運営による市民の交流スペース、シーカフェがプレオープンしました。開店初日には、市内のボランティア団体や関係者がお祝いに駆けつけ大にぎわい、新しい交流拠点の誕生を喜び合いました。このカフェは子育て真っ最中の人も障害のある人もあるいはシルバーの人たちも誰もが気の向いた時に自由に訪れおしゃべりしたりできる交流スペースとして誕生したもの。昨年までレストラングリーンズシェフがあった場所だけにスペースもロケーションもなかなかです。もちろんメニューにはドリンク類や軽食も並んでいてランチタイムの利用もできます。しかしカフェの運営はあくまでもボランティア。運営にあたる三鷹市社会福祉協議会と三鷹市ボランティア連絡協議会では参加していただけるスタッフや運営賛助金などを市民の方々に広く募っています。お問い合わせは三鷹ボランティアセンターへどうぞ。新しく誕生した市民の交流スペース、みんなで応援して支え合っていきたいものですね。それでは次に3月に発行されたグラフ三鷹19号についてのご紹介です。毎号力の入った特集が人気のグラフ三鷹。今回は三鷹タイムトラベルと題した市内の古代遺跡が特集テーマです。市内に点在する旧石器時代や縄文時代の遺跡の紹介、遺跡からたどる古のロマンと暮らし、さらには西三鷹学園の生徒たちによる縄文人の食べ物の再現など興味あふれる記事が満載されています。現代の匠シリーズでは畳職人の関口康夫さんと博之さんの親子2代を取り上げました。そして井の頭公園でのストリートライブで人気急上昇中の歌姫浅見千幸さんの記事も注目です。また根強いファンの多いキム・トーゲンさんの表紙イラスト、今回は大沢五丁目の古八幡神社をスケッチしています。ご希望の方は秘書広報課へどうぞ。いかがでしたか今回のみるみる三鷹。3月半ば急に気温が下がって開花が予想よりも遅れ、ちょっとやきもきさせられた今年の桜でしたが、それでも無事見事な姿を楽しませてくれています。ソメイヨシノに八重桜、しだれ桜に大島桜、皆さんはもうお花見を済ませられましたか。
それでは次回をどうぞお楽しみに。